今僕小田原市に住んでまして、神奈川県の小田原市に住んでまして、海も山も富士山も湖も芦ノ湖ありまして、東京にも近く、非常にいいところに住ましてもらっています。あと趣味は週末畑がありますので、おじいさんばあさんの頃からオレンジ作っていまして、これを週末楽しみにしています。あとはブルーベリー、オリーブ、栗など育てていますので、それを栽培するのが楽しみでいます。はい、株式会社荻野工業で山北町の地域密着型で町内の道路をきれいにしたり、川をきれいにしたり、公園を新しく作ったりしています。地域住民の方と相談したりしながら、新しいものを作っていくのが楽しいです。新しい構造物ができた時、道路ができた、広がった時、公園ができた時、そういう時やってよかったなと思います。みんな喜んで使ってもらえているので、それは嬉しいですね。はい、いいなと思うのはやっぱデザインかっこいいですよね。日本のと比べるとデザインが、全然かっこいいです。それ結構気に入っています。はい、始動は結構スムーズにエンジンかかりましたので、これ作業していく中で結構メリットはあるなと思いました。